さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、新曲ですが、C メロを今作っています。今回はピアノを入れたいと思います。で、ピアノを入れるにはですね、どこだっけ？49あたりかな？もうちょっと向こうか。そうですね。おお、なんだなんだなんだ、何が起こった、何が起こった、おいおい、何が起こった、何が起こった、うわー、すごいことになってるぞ、すごいことになってるぞ。はーい、戻ってきてくれ。よし、戻ってきた。はい、こっからですね。はい、こっからをコピーします。はい、こっからをコピーします。はい、これをピアノ、これボーカルだ ピアノ。はい、なんかずれてる？ずれてるな、これな。ちょっと待って、ちょっと待って。合ってんじゃん。合ってんじゃん。ここでしょ？ここで？こっちは？こっちは？ん？フルートは？ん？あれ？ピアノは？ね、合ってんじゃないの？あ、違うか、合ってないのか。合ってないわ。そうか、そうか。じゃあ直しだ。そうだね、直しだね。はい、直しですね。で、ここは伸ばしていい。ということは、こっちも伸ばして、あれ？いいの？いいんだね。うん。違うじゃん。こうじゃん。あ、違う、こうじゃない。こうじゃない。ああ、ずれた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 。しまってしまって。おいおいおい。おいおい。おい。で、これがずれてるずれてるずれてる。一個ずれてる。一個ずれてるよ。ああ、とっとっとっと、しまってしまってしまって。そんなにずらさないで 頼むよ。あ、こっちでやるからいけないの？もしかして。どういうことなの？どういうことなの？これ。これ、どうしてこうなっちゃうの？そんなにずらさなくていいんだって。だから。
こっちで言えばいいのか。おお、そうか、こっちで言えばいいのか。よし。はい。これで見よう。はい、もう一度。55あたりだっけ。で、55フルートが。で、こっちも55。で、ピアノも55。はい、OK です。はい、じゃあ、これですね。ここですね。ここですね。はい、フルート、行ってこい。ほら。はい。これを、ピアノに、おい。ああ、しまった。こっちを、しまった。もう一回、もう一回、もう一回。ここから、ピアノを触って、ああ、触って、ポン。OK ですね。そうですね。よし。じゃあ、作っていきましょう。はい。まずは、CC と来た後です。はい。ここはもう、何のあれもなくやりましょう。何のひねりもなくやりましょう。で、FF、OK です。はい、次、コード作っていきましょう。はい、これ借ります。もう一つはここか。ですね。こうですね。これはここに来ないもんな。よし、OK。はい、おいでなさい、おいでなさい、おいでなさい。はい。よし。で、次。
そうだね、ここしかないね。こうなっちゃうね。で、メロディーが一緒だから、ここパクっちゃいましょう。あ、違う、ここもやってからだ。ここもやってから。ここもやってから、これを、おっと、ここまで引っ張っちゃったか。あ、なるほどね。じゃあ、こっちから行こう。OK。はい。で、次、F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 、
となるとここになるよね。はい。あ、ちょっと待って。A がフラット。はい。で、もう一回？もう一回だな。そのまま行くしかないね。はい。で、C。一緒か、これと。で、次、F。F の F。はい。で、B、BF。違う。こうですね。で、E。そうだね。で、これが これできました。消していきましょはい、これで聞いてみましょう。はい。55から54の手前か。まあいいや。ここら辺からいきましょう。ちょっと再生してみます。これでいい感じかどうか。ピアノ伴奏のコーラス付き。
いい感じじゃないですかね。はい。じゃあ次回は、いよいよご登場、いよいよご登場の、ストリングスいきたいと思います。はい、ストリングス再登場でございます。はい、いよいよここからクライマックスへと向かっていくためのストリングスの再登場。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。